またこの衣装。ふふ、パチュリー様、ダイエットの時間です。だろうと思ったわ。でも別に最近は体型だって。この間コアからもらったケーキ。ワンホールくらいあったやつです。私たちには少しも分けてくれず、独り占めしてたの知ってるんですからね。それはだって、いいじゃない別に。でもまたそれで区切ったらパチュリー様が。わわわわわわ。だから区切るとかやめて。わかったから。ほら、ダイエット料理早く教えなさいよ。かしこまりです。それじゃあ一緒に準備をして体を動かしましょう。メイリン早い。待ちなさいよー。はい、材料はこんな感じです。厚揚げに、たくあん。今回はチキン南蛮ならぬ、厚揚げ南蛮を作ろうと思います。まずはゆで卵作りですね。熱湯で汗をかいてもらい、新陳代謝を促します。これでカロリーもカット。できないわよ。次は厚揚げの準備ですね。まあこれはだいたい食べやすい大きさに切ることができれば適当でも OK です。待ってさすがに適当すぎない？すみません完全にぼーっとしてました。できたら次は玉ねぎをカットしてもらえますか？これはみじん切りで良いのかしら？はい、ありがとうございます。食感が残る程度でお願いします。そしたらこちらを耐熱容器に移して、辛みを飛ばすためにレンジで40秒加熱しますね。ではではその間に、タルタルに入れるため、たくあんをカットしていこうと思います。なるほど、タルタル用だったのね。確かに食感が楽しくなって良さそうだわ。さすがパチュリー様。食べやすいよう、ある程度細かく刻んでおきますね。あら、レンチンも完了したようね。そしたら水気を切るために、キッチンペーパーで吸い取ってもらえますか？はいはい、それくらいなら任せておいて。ボウルにまで移してもらってありがとうございます。そしたらここに刻んだたくあん、マヨネーズ、お酢、そして無糖のヨーグルトを加えていきます。ヨーグルト？マヨネーズだけだとカロリーが高くなっちゃうので、かさ増しですね。果たして合うのかしら？さっぱりして意外といけるんですよ。ゆで卵もできたみたいよ。ありがとうございます。では、卵も刻んでこの中に加えて混ぜていきましょう。こういった機械ではなく、フォークで潰すのも全然 OK と思うわよ。これが楽すぎるので使っちゃうんですよねー。次は塩、胡椒、彩りでパセリを加えて、これらを混ぜ合わせることができたら、ヘルシータルタルソースの完成です。どんな味なのか楽しみだわ。ではでは、いよいよ厚揚げを焼いていきますね。画面外で軽く油抜きをしたので油も一応敷いときます。いや画面に収めなさいよ。ちなみに私はこの厚揚げが好きでよく食べてます。というよりメイリン、これはどれくらい焼けばいいのかしら？強めの中火でだいたい両面2、3分ずつですかね。まあお好みで断面も焼いたり色々調整してくださいね。焼けたら、もうこれで終わりというところで火を止め、醤油、みりん、砂糖を合わせたタレを軽く絡めたら厚揚げは完成です。あら、あとは盛り付けかしら？はい。彩りレタスの上に焼いた厚揚げを乗せて、タルタルソースも乗せてあげたら。ねえこれさっき作ったのとちょっと違くない？気のせいです。ちょっとパセリ減ってない？気のせいです。水分量も違う気がするけど。いや全然決して味とか見栄えが決まらなかったから作り直したはいいけど混ぜる工程を取り直せてなかったから仕方なく繋げたとかそういう理由ではなくて。ご丁寧に説明ありがとう。別に美味しくなればええやろがい、という気持ちで、最後に彩りパセリをかけてあげたら。チキン南蛮風ヘルシー料理。厚揚げタルタル南蛮の完成です。なんやかんやバタバタしたけど、これは美味しそうね。それにヨーグルトを使ったタルタルも気になるわ。ぜひお先に食べてみてください。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。厚揚げ南蛮、いただきます。美味しい。タルタルも変な酸味じゃなく、さっぱりした感じになって美味しいわね。それにこの甘みがあるたくあんのポリポリもすごくいい仕事をしてるわ。食感が強くなるので満腹中枢も上がりますよね。何にせよタルタル多めが美味しい。大量に食べたら意味なくない？普段の2分の1ヨーグルトなので、実質2倍食べてももう満タイです。そうだパチュリー様。今回のお料理、いい運動になりました？料理というよりツッコミに疲れたわ。でもしかして、私のためにわざとボケを？そうですそうですパチュリー様のためにわざと。絶対違うわねよくわかったわ。